今回は、小遣いが少なすぎて両親に切れたニートの一致の話を紹介するよ。ニートは40歳。今月のお小遣いが少なすぎてブチ切れた結果、10年ちょいニートしてるけど、とうとう今月の小遣いが500円になった。500円じゃ何も買えねえよ。物価も高くなってるんだし、500円はおかしいって投げつけたら0円になった。クソ、お前がクソ定期。ニートに500円すら贅沢やな。500円でも12ヶ月もらえば6000円になるんだぞ。貯金しておけば2年で1万円以上は使える。今までいくらもらってたの？10代の時は3000円、20代の時は2000円、30代の時は1000円で、40になったら500円にされた。普通、年とともに値上がりするだろ。毎月1000円ずつ減って、最後は半額ってなんや。物価高を知らんのか？物価高だからこそニートを捨てる日が近いな。あれ、毎年1000円減らすなら今年は0円じゃん。それを500円もらってんだからありがたく思え。500円でも Y なら大事にするのに。500円じゃ何も買えない。ダンプレもなかったのに小遣いも500円とかおかしい。ムカついて投げただけなのに来月から0円とか言われたし。本来ニートに小遣いがおかしい。それを500円もらってんだぞ。一致と価値観が違いすぎて困惑。これは今まで甘やかしてきた親も悪いな。お前、40だろ。40歳のニートや。今月40になった。ダンプレもなく500円もらったから親の顔に投げつけた。当たってもないのになんで怒るんや。そりゃ500円ニートに渡して投げて返されたら切れるだろ。残党。来月から0円だから安い。高いって言わなくていいじゃん。さ、小遣いないと何もできないだろ。そもそも小遣いを何に使うんだよ。スナック菓子を買ったり、スマホに課金するためにカード買ったり。ニートが課金すんなよ。マジでクソだな。次はスマホを取り上げるべき。スマホについてもクソ。いつも最新機種じゃなくて親が使い古した機種が回ってくる。今回も1年くらい親が使った iPhone がこっちに回ってきた。それで普通に使ってるだけなのにすぐにバッテリーの減りが早くなって、買い替えろって言ってんのにそのまま。ニートに中古 iPhone も高すぎるくらい。ていうか、なんで40にもなって親のすねかじりして言ってんの？恥ずかしくないの？そもそもニートは34まで。ニートの定義駐在だけど。どうでもいいけど働け。生まれてきた人間全員が働けるとは限らないだろ。勉強や運動に好き嫌いや苦手得意があるように仕事に向いてない人間もいる。だから家にいる。ニートを育てる親ってこういうのを聞いて、よく丸そうとしないな。ほんとそれ、Y ならすぐに丸すと思う。30までに家を出すべき。もし自費をかけるとしても34までな。そういう意味ではニートは34までってのも間違ってないな。それ以降はただの居候で邪魔者でクズ。言い過ぎでクワ。クワ？あー、ムカつく。500円も回収された。今日カード買ってきてチャージする予定やったのに。知らねえよ、投げたのはお前だろ。それな。500円いらないなら Y にくれ。会社員 Y でも500円は大事にしてる。ワンコインでランチ食えるしな。自炊ならもっと食えるぞ。そんなケチケチした生活はしたくない。もう40やぞ。50になったら今と同じことをしても楽しくないかもしれん。今のうちに楽しみたいことがあるんや。フリーターのセリフならまだわかるけど、ニートだからな。20代前半くらいで精神が止まってそう。ニートになった理由は？ちな聞いたのは2回目。は、答えたやろ。仕事するのが自分に合ってないと思った。向こうからここまで仕事持ってきて、これやってくれって言われたらもしかして働くかもしれん。偉そうでくさ。こういうアホでも実家が農家とかならなんとかなったんかな。いつの時代だよ。実際のところ、昔でも使えない家族は外に捨てられたんじゃねえの。座敷牢とかもあったしな。昔なら妹や弟が多いから子育ての手伝いと家事でオッケーだったかもしれん。でもニートは家事もしないじゃん。家事は苦手だからな。じゃあお前は何ができるんだよ。うまる子するだけだろ、察し。うまる子製造機か。現代日本じゃなかったらとっくに淘汰されてるんだろうな。タイムマシンで過去に送ってやりたい。そしたらすぐ流行病出た日にそう。アメリカの戦闘機が飛んでる中、命がけの追いかけっこさせてやりたいよな。ニートは意外と生命力が高いから生き残るかもしれんぞ。お前ら、それで遊ぶな。イライラするから出かけてくる。恥ずかしいから昼間は家にいてくれって言われてるけど500円ももらえんかったからな。親不孝すぎる。こんなの生まれてくると思うと少子化するよな。ぶっちゃけ高齢出産も原因かと思う。一人っ子で過保護になるのも含めて。うちの親は高齢出産じゃないと思うぞ。産んだのが32だったか31だったか。昔と比べたら31も結構な年だろ。500円でもありがたく思えよ。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。ニートは、働けって言うなら ADHD だから配慮しろ、お前ら。不注意によるケアレスミスと物忘れが多く、マルチタスクは無理。独自の解釈とやり方でしか仕事しない上に疲れやすく、遅刻も多く、注意されても治らず凹みやすい。配慮しろ。生活保護どうぞ。
今は実家暮らしだけど生活保護では暮らしていけないから嫌じゃ。一般人の中で生きるとお前が決めたならわがまま通すのは諦めようね。そんなこと言ってない。このままニートでもいいだろって話。世の中多様性だ。すべての人種、すべての思想に歩み寄る配慮こそ世界を形作る。ワイはかわいそうな奴なんだから配慮しろ。お前ら健常者が配慮して歩み寄れ。ニューロダイバーシティ。次第に ADHD って夜勤でも押しとけばみんな気づいて配慮しやすくなる。足が不自由な人は速く走れんのだ。手が不自由な人はうまく動かせんのだ。ADHD はとにかく生きにくいんだ。配慮しろ。お前の生きにくさなんか健常者がわかるわけないやん。健常者に配慮して人里離れた山奥で暮らせ。配慮して関わってくるな。邪魔。カス。消えろ。せめて努力してる感は出さな。誰も優しくしてくれんやろな。ならやっているそばで早くやれちゃんとやれと叱咤するな。家事を手伝った時ですら親に文句を言われてストレス。バイトも数日で辞めた。っていうか辞めろって言われた。遅刻するな約束守れ嘘つくな。できたら苦労してない。マジで多動はよそから見ても困らんがこの3つできないと人権ないよな。配慮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 。具体的にどんな配慮をしてほしいの？いつまでに、何を、どのくらい、やり方はこう、終わったら報告しての繰り返し。これやっといて終わったらこれとこれ。手が空いたらこれもお願いなんて頼み方は NG。ここで言わんと職場の人に伝えなかわらんで。職場どころか親にも理解されてない。お前らの職場にいるか知らんが ADHD の部下を持った時の教訓にしろ。割と普通やと思うけどな。職場の人の指示が悪いんちゃうか？バイトの指導でそこまで求められてもな、作業所に行けとしか言えん。年単位でミスし続けても許容しろ。挨拶も返事も返さんが、そういうやつだと諦めて接しろ。単純作業ぐらいは過集中でやってやる。社会の荷物。荷物抱えて歩けばよい。ほんまに、配慮しろって言葉にしてるか？配慮も協力も自分から言わなきゃやってもらえないで。バイト先で、お前はやらないしできないくせに要求だけはするよなって言われるぐらいには、クビになる数日前に言われた。実は協力受けようとしてないんちゃうか？あれできないから手伝ってくれって言えてる？もし言えてるならその職場は一致には合わんで。会う職場も上司もいない。バカにされけなされ邪険に扱われながら一人で仕事してた。もう二度と働きたいとは思わない。働けって言うならお前らが配慮しろ。ワイもそうやったで。けど自分の無能さをさらけ出したり転職気軽にしたりしていいところ見つけた。どこかに居場所あるはずや。バイトなら見つかるだろ。居場所は自分で見つけるものだがそもそも居場所なんか用意されてない。ワイは多肥沼で治らない。多肥沼で人に迷惑かける。もう瞬間的な記憶も定まらなくなってきた。無理なんや。迷惑かけない奴なんていない。それこそ発達障丸の人なんて迷惑かけてなんぼや。それでも生きてさえいればええんや。一気は苦しんでるやろ。だからすれ立てたんやろ。その優しさでええんや。でもニートは多肥ねとか発達でも働けとか言うだろ。生活保護は甘えって言うだろ。親も、なんで家事くらいできないんやって煽ってくる。配慮しないお前らが悪い。ワイは悪くない。このままでいいなら静かにそっとしておいてほしい。期待なんかしないでほしい。邪魔なら吐いて追いやってほしい。誰もやりたがらないような仕事や雑務ならいくらでもやるから。もうこのレスが一致の全てを物語ってるやろ。人に配慮求めるくせに人に合わせようとしない。他人は自分をおもてなしするために存在してると思ってそう。ワイも発達だけどちょっと一致の気持ちがわかるで。幼少期や小学生の頃は発達のレッテル貼られる代わりに親も先生も腫れ物を触るようにしてきた。それで、配慮されて当然、自分は周りと違うって思わされたのに、大人になったら、周りに合わせろって言われるし親には、そろそろ働けって言われる。急に手のひら返しや。配慮するなら、ずっと配慮しろ。だよな。これが ADHD。Y も ADHD やけど遅刻だけは会社と保護分のところに住むことで強引に解決した。バイトのために引っ越すのか。それにそれでも遅刻するのが ADHD。ADHD を都合の良い免罪符にしすぎ。こういうのって、同じ ADHD の Y が一番迷惑するんだよな。Y なりに頑張って遅刻もしないしミスも減らしてるのに、ピッチみたいなのがいるせいで、ADHD かって言われる。嘘をつくとかは自分のできないことをさらけ出すことにしたら意外と協力もらえるもんやで。予言は妄想。またはアスペの可能性もある。Y の場合はアスペより、今何を聞かれてるのか理解が追いつかない結果として取り繕うために嘘をつく。と Y は1年くらいかかったけど自分に合う薬の組み合わせと量を見つけた。かなり改善されたで。世間は思ってよりちょろいんや。一致も気楽になれ。一致は一致で十分なんや。こんなすれ立てれた時点で立派なんや。Y だって変わろうともがきはした。でももう諦めた。バイト先を変えても変わらんかったんや。
同じことの繰り返しでしかなかった。無様に生き恥さらしながらそれでも世間に牙向かずに、静かに生きてく方法だってあると思う。Y の生き方や、イッチをテーマにして皮肉るい漫画描けそう。自称 ADHD がいろいろ派手にして貸しても、ADHD だからを口癖に解決するって内容で。もういる。ADHD は漫画家が多いし自虐が好き。疲れた。別にニートも ADHD も Y がなりたくてなったわけじゃない。親が産んだのが ADHD だった、それだけ。できないことすべてを ADHD だからって言い訳すんなよカス。お前が何もかもできないのはできない理由を考えるのではなく探すことを放棄して改善しようとする意志がないからだよ。わかんないよな。見たものがそのまま記憶から欠落していくことが。Y も ADHD だけど、そうやってすべてを人のせいに病気のせいにするお前みたいなやつがムカつくんだよ。まるね。ADHD でも程度が違うんだよ。一番こっちのことを理解しないのは同じ ADHD の奴らだと思う。まだアスペトの方が分かり合える。イッチ、お前被害者意識が暴走しすぎて自分の存在で被害を被ってる人がいることを堅くなに認めようとしないよな。そんなに壊れやすく繊細なガラスのハートで社会生活送れないなら配慮して山奥にでも引きこもっててくれ。周囲を加害者にしないでくれよ頼むわ。ほっといてなんていうくらいなんやしその方がウィンウィンやん。みんな敵にしか見えんようになった。やってもないことも Y のせいにされたりな。Y は一人でいるから迷惑かけんからほっといてください。実家の親には配慮されたい。生活保護は嫌や。早く多品で。ADHD が全員多品だら日本の人口3割減るぞ。マジで処分すべきだよな。一致のついでに俺も殺してくれ。迷惑かけないからほっといてくださいってのがもう絶望的だよな。バイト先でそれ言われたら腹立つ。金もらってるのに、ほっといてくれはないやろ。バイト先はお前をボランティアやペットとして置いてるんじゃなくて労働力として雇ってる。迷惑かけないからほっといてじゃなくて、役に立たないのにいるのがすでに迷惑だし言うなればいるだけで迷惑。単純労働してろよ。立ってるだけのやつ。バーカ。看板持ってるやつとかな。多様性という名の健常者負担社会どうにかならねえかな。無能ボコボコに殴った方が早いのにこういう被害者面した加害者クソザインだわ。一致が正しい。配慮ないからブラック企業が蔓延するしサイコパスがバッコする。小児の ADHD の娘がまさに本人の中でだけ時間が止まっている。指示したそばから寄り道して指示を忘れる。忘れ物チェッカーを持たせても忘れ物チェッカーの存在を忘れる。水筒にジャラジャラついている。人の話を勝手な解釈するから、担任からの話と本人が担任から聞いてきた話が噛み合わないなどなど。正直関わるだけで気が狂いそうになる。よくいるすれたて ADHD の親は、どうやって関わってたんだ。勉強できないのは仕方ないにしても、せめて社会に出た時人様に迷惑かけない程度に育てたいんやが。一言 ADHD って言ってもいろんな種類の人間がいるからな。なんとも、っていうか娘さんのケースは ADHD じゃなくてアスペとか知的も入ってそう。まあ知的も指定されてるが、とにかく、人間じゃない感がある。同じ人間とは思えない。親がそれじゃあな。社会はもっと理解しないだろ。生きつらそうやけど迷惑なのも事実よな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。ニートはい。おまわりさんに自転車の盗難疑われたったった。マジでブチ切れそう。ふざけるなよ。普通にしてたら未登録者乗ってても登録しといてねえで終わる。防犯登録をしてたんだけどすでに他の人の番号として上書きされていたらしくて。あれれ？登録されてるお名前が違いますよ。みたいに煽られたわ。不審な行動してたんだろ。そこからの聴取が本当にうざかった。マジで苦情を入れたい。そんな簡単に上書きされるようなものなのか？システムの欠陥としか思えない。せめて前の所有者くらい保存しとけと。自治体によるけど5から7年くらいで抹消される。あと登録時に自転車屋が車体番号読み間違いしてたらもっと厄介。財布の中身まで全部確認させられて。で、財布の中に入ってた夜の店の名刺をまじまじと見られた後に、お兄さん過去に丸犯罪とかで捕まったことない？って聞かれてマジで噴火寸前だった。確かに昼間に自転車に乗ってたがそれはニートで無職だからだろ。名刺もかなり昔のやし。なんなんや。一応言っとくけど、今この場で盗んだことを認めた方が軽くなるよ。後々に引くと重くなる。みたいな脅迫めいたことまで言われた。おかげで家に帰るのが遅くなって親にブツブツ言われるし無駄に時間を奪われた。防犯登録番号と一緒に車体番号もあると思ったけど。確かに。それが一致してなければすぐわかることなのにな。どういうシステムなんだ？マジで怒り狂ったわ。俺普段車体番号のついてないチャリ乗ってるからめんどくさい。警官相手に怒鳴りまくるの楽しいから次はそれで発散しろ。その辺のバカは殴ってくる可能性あるけど警官は手を出せないからな。怒鳴り散らせばよかったわ。
結構人通り多いところだから公衆の面前で集体を晒してたし、なんなんだ、詫びよこせよ。お前らも地方で昔登録してた自転車には注意しろよ。勝手に更新されて勝手に他の人間の番号になって勝手に盗っ人扱いされるから。あれ、苦情入れる度胸もないの？ネット上では強気な印象だけど。ないよ。自転車盗まれて変な場所に放置されたから俺が怒られたことあったな。なんだそれ、理不尽すぎんか。盗まれるようにするなみたいに言われたってこと？踏切の近くに放置するなってさ。警察怖いもん。ただあまりに理不尽すぎる。警察は身内にとことん甘いから苦情入れても無駄だぞ。本当に理不尽。あいつら正義感で動いてない、ポイントとしか思ってないからな。防犯登録は地方米だから県境またげば被るだろ。いや、ちゃんとその件で紹介してもらってこのざまよ。めちゃくちゃもいいところ。どんなクソシステムだよ。とんでもないアナログジジイが考えたんだろうな。言っていれば理不尽なことがたくさんあるよ。その一つと思い忘れなさい。マジならどこの警察署くらいかけるだろ。どこだよ。都内です。マジなんだったら職質される見た目ってことなんだけどな。マスクしてるのに。逆に言えば防犯登録してるからそうなるんだよな。そう、まさに本末転倒。不可何で声かけられてんの。遠目から見れば防犯登録シール貼ってあるっしょ。多分だけど手ぶらだったってのと声かけられる前に道に迷ってうろちょろしてたってのはあるかもしれん。ああそうだ。あとは普通の自転車と違って鍵が前についてるタイプなので最初鍵がないように見えたとも言ってたな。似たような感じで取り調べ室に8時間と2時間拘束されたな。自転車盗まれた側なのに、盗んだ奴が警察に追われて自転車捨てて逃げて、なおかつその近辺で放火があったらしいが、水も食料もなしで延々といつどこで何をしてたんだって同じ話を延々とさせられて、さっさと正直に何してたか言えよって恫喝され続けた挙句、お前の容疑は晴れてないからまた呼ぶぞって言われて解放された。嘘であってほしいです。それは本当にかわいそう。それから何もお詫びもないの？なんなら最後のセリフが、お前の容疑は晴れてないからまた呼ぶぞだからな、詫びなんてしてくるはずがない。指紋まで取られたからな。ひどい話だな。こういう時に俺はいつも、その場で警察に直接苦情の電話入れるわ。警官の目の前でさ、胸のバッジの番号も控えておいて、その番号も伝える。後日でもいいから、どういった経緯で、失礼な物言いをしたのかを正式に報告してほしいってさ。大体が後日当該警官と上司っぽいのと2名で家に来て謝罪してゆくわ。文章で残すとかしたくないんだろうね。まあ防犯カメラで玄関で謝罪してる映像と音声は残せてるから、また後日にそれをネットに上げたりしてるけどもさ、これぐらいせにゃー気分を害されたのは収まらん。でも一致はニートだしな。昼間怪しい奴が自転車でうろうろしてたら声をかけたくなる気持ちもわかる。ニートも嫌いだけど、ワイも実際、自転車乗ってただけで捕まったことがあるから、今回は一致側や。見た目関係ないし芸能人でもされるから自転車だとさらに確率が上がる。今はそういう時代でも流した方がいい。ストレス相手に言うと面倒くさいことに警察地位が有利なので適当に言われた通り聞いて間違った部分は否定して、あとは無罪 OK になったらその場を去ればいいです。防犯登録って地域によるけど15年程度で切れるんだよね。だから古い自転車は防犯登録入ってない状態になる。その警官もそのこと知らないんじゃね。古い自転車に乗ってるから悪いんだろ。貧乏。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。